時間となりました。AWS Black Belt Online セミナーを始めたいと思います。本日は Amazon AppStream 2.0について説明をいたします。Amazon AppStream 2.0は、クラウド上で実行されるデスクトップアプリケーションを、ブラウザ、あるいはクライアントアプリケーションを介して利用することができるサービスです。また、リアルタイムでご視聴の方向けの情報となりますが、 セミナーの後にアンケートがございますので、最後までご視聴になられた方は、ぜひそちらからフィードバックをいただけると幸いです。本日ご説明いたしますのは、Amazon Web Service Japan ソリューションアーキテクトの菅野です。エンタープライズのお客様を担当し、お客様のビジネスの成功を技術の面から支援することがミッションです。 好きな AWS のサービスは本日ご説明いたします Amazon AppStream 2.0と仮想デスクトップサービスであります Amazon Workspaces です。趣味はボードゲームです。こちらのオンラインセミナーでは質問を投稿することができます。吹き出しのマークが皆さんの画面から見えているかと思いますがそちらから質問を入力していただければ 我々にしか見えない形で投稿されます。いただいた質問については、後日、個人情報を除いた上で、まとめてブログ上で回答いたします。また、今後のロードマップについては、お答えできませんので、あらかじめご了承ください。ツイッターのハッシュタグは、シャ a プ a w s ブラックベルトです。ぜひ、感想等についてツイートしていただけましたら幸いです。 続いて内容についての注意事項となります。本資料では2019年11月26日時点のサービス内容、価格についてご説明しております。最新の情報につきましては公式ウェブサイトをご確認願います。それでは本日のアジェンダとなります。まずは Amazon App Stream 2.0に関する 概要と特徴。その後、管理の流れ、ネットワークに関する説明、アクセスに関する説明、永続化についての説明、最後に、モニタリングとレポートについてご説明いたします。最新のアップデート情報については、途中途中のスライドに、new という文字を入れてありますので、すでにアップストリーム2.0をお使いのお客様は、 そちらに注目してご確認いただければと思います。なお、資料中に URL やコマンドが記載されておりますが、本セミナー中に入力することは難しいかと思いますので、セミナー後に公開する資料をご確認いただければと思います。それでは Amazon AppStream 2.0の概要と特徴についてご説明いたします。 Amazon AppStream 2.0とは、クラウド上で実行されるデスクトップアプリケーションをユーザーに対してリアルタイムで配信することができるサービスです。フルマネージド型のサービスとなっており、ハードウェア、あるいはインフラストラクチャの調達や運用については考慮することが不要となります。また、アプリケーションをセキュアに配信する機能や、 複数のアプリケーションを一元的に管理する機能、既存 IT ソースと連携する機能、利用状況に応じて自動拡張する機能などを標準で備えており、アップストリーム2.0のみで柔軟なアプリケーション配信をワンストップに提供することが可能となります。続いて、アップストリーム2.0における固有の用語の解説となります。 これ以降のスライドでは、こちらの言葉がよく出てきますので、ぜひここで押さえておいてください。まず、イメージとは、ユーザーに提供する設定済みアプリケーションのサーバーイメージのことを指します。イメージビルダーとは、イメージを作成するための機能で、アプリケーションをインストールしたり、設定することができる管理者向けの機能となります。 イメージレジストリとは、イメージの管理や共有する機能のことです。インスタンスとは、大きくイメージビルダーインスタンスとフリートインスタンスの2つがあります。イメージビルダーインスタンスは、先ほどのイメージビルダー機能が動作する管理者向けの仮想サーバーのこと。フリートインスタンスとは、ユーザーに対して アプリリケーーーーーーションンををストリーミング配信すするユーザー向けのの仮想サーバーのことを指します次に、スタックとは、ユーザーのアクセスポリシーやストレージ設定をするための機能です。フリートとは、ユーザーにアプリケーションを配信するためのインスタンスを束ねた概念で、インスタンスの設定やスケーリングの設定などの機能を備えております。 最後に、ユーザープールとは、アップストリーム2.0に標準で組み込まれているユーザー管理機能となります。さて、AWS の中には、Amazon Workspaces という仮想デスクトップサービスがあります。アップストリーム2.0と考え方が似ているため、ここで改めて両者の違いについて確認したいと思います。 まず、アップストリーム2.0はアプリケーションをユーザーに配信することに特化したサービスとなっており、特定のアプリケーションだけをユーザーに提供したい場合に利用します。一方で、ワークスペースズはデスクトップ環境をユーザーに提供するサービスであり、ユーザーがワークする環境をある程度自由度を持たせて提供したい場合に利用します。 細かく機能を見ていくと違いは多くありますが、その異なる部分の多くは、それぞれのサービスの目的を達成するために最適化した結果であるとお考えください。改めて、アップストリーム2.0とワークスペースーズのユースケースの違いとなります。特定のアプリケーションだけをユーザーに提供したい。あるいは、高解像度の 3D アプリを使いたい。または、 アプリ配信までのリードタイムを短くしたいといったユースケースにおいては Amazon AppStream 2.0ユーザーが自由に使えるデスクトップ環境を提供したいユーザーごとに永続的なインスタンスを割り当てたい Linux の利用や byol をしたいケースにおいてはワークスペースズを利用することが良いと考えますまたワークスペースのデスクトップ環境に アップストリーム2.0でアプリを配信するなど、両者を組み合わせて利用することも可能であり、より幅広いユースケースに対応することも可能となります。アップストリーム2.0の利用可能なリージョンは現在9カ所です。東京リージョンで利用できるのはもちろん、グローバル展開を見据えた場合、ユーザーから最も近いリージョンでサービスを展開することが可能となります。 また、2019年2月にはソウルリージョン。2019年10月にはアメリカのゴブクラウドで利用できるようになるなど、提供ロケーションは広がりつつあります。続いて、アップストリーム2.0のメリットを5点紹介いたします。左側から、まず1点目は、既存アプリケーションを変更せずに利用できる点です。 イメージビルダー機能を用いて既存アプリケーションをインストールしたり簡単な設定が行えます。イメージビルダー上でアプリケーションが動作すれば、アプリケーションに対する配信のための機能追加などを行わなくても簡単にストリーミング配信を実現することができます。2点目は既存の IT リソースと連携し、そのまま活用することができる点です。例えば、 すでにアクティブディレクトリなどの認証を導入している場合、アップストリーム2.0と連携することで、従来の管理方法を用いてアップストリーム2.0を開始することができます。3点目は、ハードウェアやインフラストラクチャの管理、運用を考慮しなくても良い点です。アップストリーム2.0はフルマネージド型のサービスであるため、ビジネス上の価値を生み出しにくい、 低レイヤーにおける運用負荷を軽減し、ビジネス上、ビジネス上重要となるアプリケーションの配信に注力することができます。4点目は、1ユーザー1インスタンスとなるため、利用ユーザー数が増えても常に高いパフォーマンスを実現することができる点です。5点目は、ブラウザを介してアプリケーションを利用できる点です。 クライアントの環境依存が小さく、また応答性の高いストリーミングが実現できるため、あたかもクライアント端末内にワークステーションが存在するかのように新しいアプリケーションを操作することが可能となります。次にアップストリーム2.0の利用シナリオです。まず1点目のユースケースは、企業、教育、観光庁において、 多数の労働者や学生にアプリケーションを配信するシナリオです。このユースケースで求められるものは高いセキュリティと管理の容易性です。AWS のインフラストラクチャーは最も厳しいセキュリティ要件に耐えられるように設計されており、安心してご利用いただくことが可能です。また、アップストリーム2.0はフルマネージド型のサービスであり、 インフラストラクチャの管理が不要であることに加え、アプリケーションやユーザーの集中管理機能を備えているため、アプリケーションをユーザーに配信するという目的を最小限の管理負荷で達成することができるようになります。2点目のユースケースは、ISV、ソフトウェアベンダーにおいて、エンドユーザーに既存のアプリケーションを配信するシナリオです。従来、ソフトウェアベンダーが デモやトライアルなどの目的でアプリケーションをエンドユーザーに触ってもらう場合数日あるいは数週間のリードタイムが発生していましたアップストリーム2.0を活用することでエンドユーザーに数分で触ってもらうことができるようになりセールスのサイクルを短くすることが可能となります3点目のユースケースはデザイナーやエンジニアにおいて コンピュータに負荷のかかるワークロードを実行するシナリオです。効果でリソースに限りのあるワークステーション等を使う必要がなくなり、ユーザーは任意のコンピュータ上からブラウザで 3D アプリケーションやハイパフォーマンスのアプリケーションを実行できるようになります。それではアップストリーム2.0の特徴をユーザー視点から確認していきましょう。 まず、ユーザーエクスペリエンスについてです。HTML5 対応ブラウザからアプリケーションを操作することができるため、Chrome や Firefox、Edge といったユーザーごとに使い慣れたブラウザをそのまま活用することができます。また、事前に登録しておいたアプリケーションがカタログとして表示され、アプリケーションの切り替えなども直感的に行うことができます。 クリップボードの利用やファイルのアップロード、ダウンロード、印刷については管理者が制御できるため、皆様の組織のセキュリティポリシーに沿った運用も実現が良いです。2019年5月には iPad や Android タブレットのタッチ操作にも対応し、よりデバイスやロケーションを選ばない利用が可能となっています。p p s t r e a m 2 0は ブラウザからだけではなく、クライアントアプリケーションからも利用することが可能です。次のスライドでご説明いたします。Windows のクライアントアプリケーションを無償で提供しております。ブラウザとクライアントアプリケーションにおいて、基本的な使い方は同一となります。ただし、クライアントアプリケーションでのみ追加の機能があります。 例えば、認証済みの USB デバイスを利用することができます。3D マウスなどデフォルトで認証されているデバイスに加え、管理者側の操作によって事前に USB デバイスを認証しておくことで、対象の USB デバイスをユーザーから利用可能になります。他には、クライアント側のローカルデバイスをインスタンス側にマッピングして、 ストリーミング中にローカルデバイスにシームレスにアクセスすることが可能となります。続いては日本ロケーションの対応状況についてです。日本での利用に適した設定ができるようになっております。例えば管理者側の設定でデフォルトの言語、ロケール、入力メソッドを日本語にしておくことができます。 また、ユーザー側からの設定でも、タイムゾーンやユーザーロケール、入力メソッドを個別に設定変更することも可能となっております。続いては、カスタムブランディングです。ユーザーがログインする際に、アプリケーションカタログが表示され、そこからアプリケーションを選択して利用する形となりますが、このアプリケーションカタログのページを独自にカスタマイズし、 ユーザーに見せることができるようになっています。ただし、日本語のテキストには対応しておりませんので、そちらについては注意する必要がございます。ここまでがユーザー視点での特徴でした。ここからは管理者視点での特徴についてお話しします。繰り返しとはなりますが、アップストリーム2.0は フルマネージド型のサービスとなります。まず、オンプレミスの場合にアプリケーション廃止の仕組みを導入しようとするケースのおさらいをしていきます。まず、ラックや電源などデータセンターファシリティからサーバー、ストレージなどのハードウェア、仮想環境の各種管理、ディレクティの設定やイメージの管理まで全てお客様にて実施しなければなりません。 一方で、マネージドサービスであるアップストリーム2.0をご利用いただくと、お客様はファシリティ、ハードウェアや仮想環境の管理など、ビジネス上の価値が生み出しにくいタスクから解放され、ユーザーのアクセス管理やイメージの管理など、エンドユーザーに近いビジネス上価値をつけやすい部分にだけ注力することが可能となります。 続いては、ネットワークにおける特徴です。アップストリーム2.0は、Amazon VPC と統合しており、インスタンスは VPC 内で起動します。そのため、セキュリティグループや、ルーティングテーブルを用いたアクセス制御により、セキュリティを高めることが可能となります。ストリーミングインスタンスへのアクセスは、HTTPS によるパブリックアクセスか、 インターフェース VPC エンドポイントを経由したプライベートネットワーク内のアクセスの2種類存在します VPC エンドポイント対応については次のスライドでもう少し詳しく説明いたします AppStream 2.0は2019年9月に VPC エンドポイント経由でのストリーミングに対応しました VPC エンドポイントとはお客様の VPC から AWS のサービスにプライベートネットワークで接続できる機能のことです。これまでアップストリーム2.0はパブリックなストリーミングゲートウェイ経由でのストリーミング配信のみの対応でしたが VPC エンドポイントを使うことでネットワークの安全性をより高くすることができ 多くのの利用者のセキュリリティポリシーにに準拠するることができるようになりました続いて、アップストリーム2.0のストリーミング配信環境であるストリーミングインスタンスについてです。ストリーミングインスタンスは1ユーザー1インスタンスとなっており、たとえ利用ユーザー数が大幅に増減したりする場合でも、 個々のユーザーのエクスペリエンスには影響なくアプリケーションを提供することが可能となっています。インスタンスの選択肢は大きく6つのカテゴリーがあり、どういったアプリケーションを配信するかによって選択することとなります。まず、汎用インスタンスは高い負荷がかからないビジネスアプリケーション等に最適なインスタンスとなります。 コンピューティング最適化インスタンスは CPU コアの割り当てが多く、コンピューティング処理の大きいアプリケーションに向いています。メモリ最適化インスタンスは、その名の通りメモリ容量が大きくなっており、インメモリでの処理が大きいアプリケーションに適しています。また、つい先日、2019年11月に高い計算性能と 高いメモリ性能を兼ね備えた Z1D ベースのインスタンスが追加され、対応可能なユースケースが広がっています。残り3つのグラフィックという冠がついているインスタンスは GPU 最適化インスタンスとなっており、GPU が割り当てられているインスタンスです。次のスライドでもう少し詳しく見ていきたいと思います。 GPU 最適化インスタンスは現在3種類あります。まず、グラフィックデザインインスタンスは、DirectX、OpenGL、OpenCL のハードウェアアクセラレーションが必要な CAD アプリケーションの配信に適しています。アプリケーションの例としては、Autodesk Revit や Siemens NX などになります。 次に、グラフィックデスクトップは、DirectX Open、OpenGL、OpenCL に加えて、CUDA を用いるグラフィックアプリケーションの配信に適しています。アプリケーションの例としては、3D CAD の SolidWorks などになります。グラフィックプロは、特に高いスペックが必要な GPU 搭載インスタンスです。 大量の並列処理が求められる 3D レンダリングや動画エンコードアプリの廃止に適しています。アプリケーションの例としては、石油探査のシミュレーションソフトである p e t r e l や地質解析などに用いる DecisionSpace などがあります。続いて、ストリーミングに使われるプロトコルのお話です。 NICE-DCV というプロトコルを使用しており、安全で応答性の高いストリーミング配信が実現できます。ネットワーク条件に合わせて設定が自動調整されるため、利用するアプリケーションの種類を問わず対応可能です。特に高解像度の画面を軽量に配信することを得意としており、3D アプリケーションについてもストレスフリーなアクセスを実現できます。 続いて、ユーザー認証です。ユーザー認証は3種類から選択することが可能です。1点目は、ユーザープールを用いた認証です。ユーザー管理機能、認証機能、認証画面まで、すべて a p s t r e a m 2 0が標準で提供しています。2点目は、SUML2.0 によるサードパーティーの ID プロバイダーとの連携です。 主要な ID プロバイダーとの連携については、ドキュメントも展開しております。細かい情報については、後半のスライドで詳しくご説明いたします。3点目は、独自の ID サービスを構築し、カスタム ID による認証を行う方式です。続いて、Microsoft Active Directory との連携です。p p s t r e a m 2.0は、 アクティブディレクトリ y と統合されており、簡単に既存のドメインに参加,する参加させることが可能です。アクティブディレクトリ y 連携の詳細についても、後半のスライドでより詳しくご説明いたします。続いて、プログラムによる制御です。AWS マネジメントコンソール上から GUI ベースで操作するほかに、 AWS CLI や AWS SDK を用いてコマンドラインで制御することも可能となります2019年8月にはイメージアシスタント CLI が実装されイメージの作成やアプリケーションの管理をコマンドから操作できるようになりましたそのため自動化されたソフトウェア開発運用プロセスの中にアップストリーム2.0を統合しやすくなりました ここまでが特徴についてのお話でした。ここからは概要特徴の最後のセクションであります、料金についてのお話です。料金構造としては大きく2つの課金体系があります。1点目がインスタンスの利用時間に対する課金で、管理者がイメージを作る際に使用するイメージビルダーインスタンスとユーザーにストリーミングを行う フリートインスタンスのそれぞれの利用時間に対して料金が発生します。また、ユーザーの利用に対する月額課金もあります。次のページでフリートインスタンスについて少し補足をしたいと思います。ユーザーに対してアプリケーションをストリーミングするフリートインスタンスは2種類存在します。 まず、常時稼働フリートインスタンスは、ユーザーが使用していない時でもインスタンスを立ち上げておき、ユーザー接続時に待ち時間なしで接続することができるタイプとなります。一方で、オンデマンドフリートインスタンスは、ユーザーが接続するときにインスタンスが起動するため、1、2分の待ち時間が発生します。その分、インスタンスの停止時は、 発生する料金が小さいため、費用を低減することができます。ユーザーの利便性とコスト最適化のトレードオフとなるため、ユースケースを鑑みた上でご選択いただければと思います。続いては、フリートのオートスケーリング機能です。あらかじめ設定したメトリックスに応じて、フリートサイズ、すなわち、 フリート内のインスタンスの数を増減できます。オートスケーリングを設定することで利用ユーザー数の変化に柔軟に対応できるようになり、さらに無駄なコストを抑制できます。こちらは2019年11月、今月の上旬に提供開始した料金計算ツールのご説明です。 Excel バージョンと OpenOffice 軽くバージョンの2種類のツールを無償で提供しています。ユーザー数やインスタンスタイプなどのパラメータを入力していただくと、期間内のコストやオンデマンドフリートインスタンスで削減できるパーセンテージなどを出力してくれます。ぜひダウンロードして一度試してみていただき、おおよその金額についてご確認ください。 ここまでが概要と特徴に関するお話でした。ここからア p s t r e a m 2.0の管理の流れについてご説明いたします。管理フローの全体像はこちらの通りです。まず、管理者はイメージビルダーを用いてアプリケーションのインストールやテストを行います。テストで問題がなかったらイメージビルダーのスナップショットが取られ、 イメージが作成されます。その後、作成したイメージをもとにフリートを作成します。このフリートがユーザーにストリーミングを提供するリソースとなります。最後にスタックを作成し、フリートの紐付けやユーザーアクセスの設定、ストレージの設定などを行い、ストリーミング配信を開始します。では それぞれのプロセスについてもう少し詳しく見ていきましょう。まずはイメージビルダーです。管理者はイメージビルダーインスタンスを OS を選択して起動します。OS は現時点では Windows Server 2012 R2、2016、2019の3種類となります。 インスタンス起動後、管理者は AWS マネジメントコンソールからインスタンスにログインし、アプリケーションのインストール、起動パラメータの設定、テストなどを行います。先ほどご説明した日本語対応やタイムゾーンのデフォルト設定もイメージビルダーインスタンスの中で行います。続いて、 イメージの作成と公開です。イメージビルダーでテストして問題なければ、イメージの作成を行います。イメージ作成時に、イメージビルダーインスタンスはスナップショットが取られます。作成したイメージそのものは、後から変更を加えることができないため、アプリケーションの修正、アップデートを行う場合は、再度イメージビルダーからアプリケーションの調整を図ります。 イメージはリージョンをまたいでコピーすることができるため、実際に利用するユーザーに最も近いリージョンにコピーして配信させるといったことも可能となります。続いてフリートの定義です。フリートはユーザーがアクセスするインスタンスを束ねているものです。繰り返しになりますが、フリートインスタンスは 1 1ユーザーザインスタンススタとなっていますこのタイミングでイメージの割り当て、フリートインスタンスのタイプ、ドメインへの参加や、オートスケーリングの設定を行います。フリートの設定に基づいて、フリートの中で稼働するフリートインスタンスの設定が決まります。最後にスタックの定義です。 スタックはユーザーアクセスポリシーやユーザーストレージの設定、一時的なストリーミング URL を生成することができるユーザー側に近い設定を行うリソースです。スタックの作成が完了し、ユーザーのマッピングが完了するとユーザーは対象のフリートインスタンスにアクセスし、アプリケーションを利用できるようになります。 ここまで説明した管理ワークフローについて、コマンドラインで操作する場合の情報となります。画面では一部の代表的なコマンドについて記載をしておりますが、詳細は API リファレンスに記載があるためご確認ください。続いては、アップストリーム2.0のネットワーク構成についてです。 こちらがネットワーク構成の全体像になりますまずは VPC エンドポイントを使用しない場合の構成からですまず図の左上がインターネットを経由してアクセスするユーザー図の左下がオンプレミス環境図の右上が AppStream 2.0が管理する VPC となりイメージビルダーインスタンスやフリートインスタンスが配置される場所です 図の右下の緑色の枠がお客様の VPC となり、アップストリーム2.0と連携したい IT リソースが置かれているようなイメージとなります。まず画面の左側,左側をご覧ください。ユーザーからのアクセスは1の通り、インターネット経由でストリーミング,ンーミングゲートウェイに接続する形となります。接続は HTTPS 接続となり TCP の443番ポートを利用します。続いて画面右側の真ん中をご覧ください。丸2の通りフリートインスタンスやイメージビルダーインスタンスと他の IT リソース間はセキュリティグループで制御することが可能となります。最後に画面の一番右側となりますが Google Drive や One Drive などの外部リソースについては、お客様の VPC 経由でアクセスする形となります。続いて、VPC エンドポイントを経由した場合のアクセスです。先ほどと異なる点は、ストリーミングが AWS 内のプライベートネットワークを経由している点です。 これにより、ストリーミングデータがパブリックなインターネットを経由しない形で、ストリーミング配信を利用することができます。ただし、ユーザー認証の部分では、引き続きインターネットに出る部分があるので、こちらはご留意ください。こちらは、ストリーミングインスタンスを起点とした、 より詳細なネットワーク構成となります。画面中央のア p s t r e a m 2.0のストリーミングインスタンスは AWS が管理する VPC に配置されますが、作成時にお客様が選択した VPC に対して ENI、エラスティックネットワークインターフェースを備えています。ストリーミングインスタンスは非永続的であり、ユーザーのセッションが終了すると、 そのユーザーのインスタンスも終了します。続いてアクセスのフローですが、① 1のストリーミングフローと ② 2のセキュリティグループによる制御は先ほどお話しした通りです。画面中央の ③ 3番として、ストリーミングインスタンスから発生するトラフィックはすべて右側のお客様 VPC 経由で出ていくということを押さえておいてください。 以上がネットワーク構成についてのお話でした。続いてユーザーアクセスについてです。まずはユーザープールを用いたアクセスについてです。ユーザーはログイン画面の URL が送られてくるため、登録されているメールアドレスとユーザー自身が設定したパス,パスワードでログインすることが可能です。ログインすると 事前に定義したアプリケーションカタログが表示され、好きなアプリケーションを利用することができます。次に、ユーザープールの管理についてです。管理者は AWS マネジメントコンソールからユーザーを作成したり、スタックを割り当てることができます。ユーザープールにユーザーを追加した時点で、 登録したユーザーのメールアドレスに招待メールが届きます。続いて、Microsoft Active Directory との連携です。まず、前提条件についてご説明いたします。連携可能な Active Directory は、Windows Server 2008 R2 レベル以降が必要です。そして、 アクティブディレクトリへのアクセスも確保する必要があります。アクティブディレクトリはオンプレミスでも AWS 内でも AWS のディレクトリーサービスでもいずれでも対応していますがアクセスするためのネットワーク経路、ネットワーク設定、セキュリティグループについて確認が必要です。最後にアクティブディレクトリと連携する ID プロバイダーの設定が必要です。 アップストリーム2.0でアクティブディレクトリを使用する場合、認証にはサムル2.0が必須となります。アクティブディレクトリ連携における管理者のフローです。まず、アクティブディレクトリにおいて、組織単位である OU とサービス起動用のアカウントであるサービスアカウントを作成します。 次に、アップストリーム2.0のコンソール画面でディレクトリの設定を行います。最後に、フリートの設定でドメインを指定することで AD 連携が完了します。続いて、ユーザー側から見た AD 連携のフローです。ユーザーはまず、イントラネットサイトかサムルのログイン画面でログインすることで、 アプリケーションカタログ画面に遷移できます。アプリケーション選択後、アプリケーションへのセッション確立時に AD 認証が行われ、アプリケーションに接続します。続いて、サムル2.0における認証フローの例を示します。まず、一番のフローで、ユーザーが 内部ウェブページにアクセスし、サインインページがユーザーの認証リクエストを受け付けます。続いて、2番で、SUML2.0 の ID プロバイダーへの認証リクエストが行われ、3番として、認証レスポンスとして、s ム m l のアサーションデータがユーザーのブラウザに帰ります。続いて、4番で、ユーザーのブラウザが AWS の s ム m l エンドポイントに対して、 サムルアサーションを送信します AWS サムルエンドポイントは受け取った情報から AWS IAM にロールの要求を行い IAM ロールとアップストリーム2.0への認証トークンを受け取りアップストリーム2.0に認証を要求しますこの一連の流れが5番6番7番のフローとなります アップストリーム2.0がユーザーを認証できたら8番のフローでユーザーのブラウザにアプリケーションカタログを表示し最後に9番でユーザーがアプリケーションを選択する流れとなりますさてサムル 2.0ID プロバイダーソリューション設定方法について ID プロバイダーごとに情報を提供しております代表的なものとして AWS SSO, ADFS, Okta、OK、などがありますが、現時点では合計8つのプロバイダーについて設定例を提示しています。詳しくは画面下の URL にアクセスしていただき、ご確認をお願いいたします。ユーザーアクセスについては以上となります。続いて、ユーザーデータや ユーザー設定の永続化についてです。ユーザーのデータを永続的に保存するためのストレージについてです。保存先のストレージとして、ホームフォルダ、Google Drive for G Suite、Microsoft OneDrive for Business の3つを選択することができます。ホームフォルダを選択した場合、保存されたデータは Amazon S3 バケットに 自動的にバッックアップされますまた3種類のストレージは3つ全てを同時に有効化して利用することも可能です続いてユーザーデータではなくユーザープロファイルの保存についてですアップストリーム2.0はユーザーによるアプリケーションや Windows の設定を 永続的に保存する機能を有効にすることができます。永続的な保存場所は Amazon S3 であり、ユーザーのストリーミングセッションの終了時に自動的に保存されます。保存される対象は、ブラウザのお気に入りやプラグイン、UI の設定、アプリケーションへの接続プロファイルなどです。ユーザー設定の永続化について、 次のスラウドでもう少し詳しく見ていきます。まず、ユーザーのアプリケーション設定や Windows 設定は Virtual Hard Disk ル,ル VHD ファイルに保存されます。このファイルはユーザーが初めて p p s t r e a m 2.0でストリーミング接続した際に自動的に作成され、次回以降はセッション開始時に S3 からダウンロードしてきます。 そして、ストリーミング終了時に VHD ファイルはアンマウントされ、Amazon S3 バケットに保存されます。ちなみに、この Amazon S3 バケットは本設定を有効化したリージョンに自動的に作成されます。また、S3 への接続は VPC エンドポイントを使ったセキュアな接続に設定することができ、また、保管データは S3 のマネージド暗号化キーによる暗号化が施されるため、安心してご利用いただけます。本機能のポイントとしては、ストリーミングセッション開始時に S3 からダウンロード、セッションの終了時に S3 にアップロードするため、ストリーミング中のパフォーマンスに影響を与えない点です。最後のセクションとして、 モニタリングとレポートの機能となります。アップストリーム2.0はフリートのリソースモニタリングを標準で提供しています。まず、アップストリームの管理コンソールからフリートの使用率を確認することができます。また、アップストリーム2.0はクラウドウォッチと統合しており、クラウドウォッチはでは、 より細かいメトリックスを確認することができます。例えば、アイドル状態のフリートインスタンス数や、実行中の合計インスタンス数、容量不足で拒否されたセッションリクエストの数などを確認することが可能であり、これらのメトリックスをオートスケーリングの外側にすることで、自動的な運用も比較的簡単に行うことが可能です。 続いてユーザーザの利用状況レポートですレポートを有効化することで、日別のユーザーの利用状況を自動的に S3 に出力することができます。レポートは詳細に記されており、セッションを確立していた時間や IP アドレスといった情報が記載されています。a w s g l u という ETL のサービスや AmazonAthena というのサービスい インタラクティブなクエリサービスと組み合わせることで、レポートを分析する環境を容易に構築でき、また、クイックサイトという軽量な BI サービスを用いることで可視化することも簡単であります。最後にまとめとなります。Amazon アップストリーム2.0は、ユーザーにデスクトップアプリケーションへの即時アクセスを提供する。 フルマネージドのアプリケーションストリーミングサービスです。特に特定のアプリケーションに絞ったアクセスをユーザーに提供したいケース、あるいは短いリードタイムでエンドユーザーまでアプリケーションを届けたいケースで力を発揮するソリューションです。VPC エンドポイントに対応したことで、プライベートなネットワーク内でセキュアにアプリケーションをストリーミングすることが可能となりました。そのため、 セキュリティポリシーの厳しい組織において、ハードウェアを持たないアプリケーションのストリーミング利用が実現しやすくなりました。ぜひ一度要件と照らし合わせてサービスをご検討ください。ここからは追加の情報となります。アップストリーム2.0は無料でデモを体験いただくことが可能です。あらかじめ用意されたアプリケーションの範囲内ではありますが、 記載されている URL からデモをすぐに始めることができます。こちらでユーザーの目線から利用イメージをつかんでいただければと思います。また、ISV、ソフトウェアベンダー様向けの情報となりますが、2019年6月にオンラインワークショップの提供を開始しました。ソフトウェアベンダー様において、 想定される3つのシナリオを用意しており、具体的なアップストリーム2.0の活用方法を学んでいただくことができます。こちらも興味がございましたらぜひ試してみてください。こちらは追加のリソースとなります。主要な情報はこちらの URL から取得できますので、ぜひこちらもご確認ください。 特に一番上の URL からいけます入門ガイドはフリーのアプリケーションを用いて実際に配信するところまで丁寧に説明されているためおすすめです。冒頭にも申し上げましたが、頂戴しました質問については後日個人情報を除いた形でまとめてブログ上で回答いたします。回答については AWS ジャパンブログからご確認いただけると幸いです。 11月のブラックベルトオンラインセミナーは、明日11月27日にコンテナモニタリングリームがありますので、ぜひこちらもご視聴ください。12月のブラックベルトオンラインセミナーについても登録が始まっております。12月は AWS Reinvent ンンという大規模なイベントがあり、その速報についても配信する予定です。 AWS の日本語資料を見つけるには、こちらの URL か AWS 資料で検索していただけると幸いです。本日のオンラインセミナー後に、サービス別資料に本資料をアップロードいたします。また well、Well Architected 個別技術相談会も実施しております。こちらもぜひご活用ください。最後に、 リアルタイムでご視聴の方向けの情報となりますが、この後にアンケートがございます。そちらからぜひフィードバックいただけると幸いです。ご視聴誠にありがとうございました。